皆さんどうも、本日は一日同会にお越しをいただきまして、誠にありがとうございます。このゼロ戦展示はご承知の通り、日本の航空技術100年展の一環として、昨年12月より、展示をしてまいりました。しかしながら3月に入りまして、地元所沢の皆様あるいは多くのゼロ戦のファンの皆様の強いご要望によりまして、今年の8月末まで、展示を延長することになりました。引き続き大勢の皆様に、ご来場いただきましてご見学いただければというふうに思います。それでは、ただいまから、本日2回目の演示指導会を開催させていただきます。どうぞごゆっくりお楽しみください。はい、ありがとうございます。本日のご来賓の、ご紹介させていただきたいと思います。太平洋戦争のですね、中国戦線から、パールハーバーまで、後終戦まで、ゼロ戦のパイロットとして、活躍されました、原田花部さんです。皆さん拍手をお願いいたします。話を聞く機会も今回なかなか聞く機会ないと思いますので、短いですけれども、程度、ショートインタビューということでお話をお聞かせいただければと思います。よろしいでしょうか。どうぞお座りください。はい、はい、本日はご参加どうもありがとうございます。70年前の、ゼロ戦の当時のエンジンを搭載した、ゼロ戦を本日見に来ていただいたわけですけれども、一言ご感想をいただければと思います。いかがでしょうか。私は昭和16年の9月に航空母艦蒼龍に乗り組みを命じられまして、大分航空隊から佐伯航空隊に行きますところ、このゼロ戦がずらっと並んでおりまして、これから君はこのゼロ戦でもしかしたらアメリカと戦うようになるかもしれないが頑張るようにと言われまして、この飛行機の姿にすっかり一目惚れをいたしました。そして乗ってみたところが実に滑らかな操縦で、しかも重量感がある。スピードはアメリカのグラマンに引き劣らないスピードが出る。しかもうまく飛べば10時間も飛べるという遠距離の攻撃ができる。そして、この飛行機の一番宝は操縦性でございまして、この飛行機に乗って寄ったらどこの戦闘機にも決して負けない、絶対勝つという自信をこのゼロ戦が私たちに与えてくれます。しかし70年前のこの本当に私はこの飛行機と死ぬのならいつでも喜んで死なるという恋人に今日は会ったようなつもりでございます。本当にしかもこのゼロ戦に対する非常に関心の高い皆さん多数大勢 ご列席のところでご挨拶をできるということは私身に余る光栄でございます。どうぞ何分にも今年のお盆で97歳になりますので、頭ももう体力もだいぶ消耗しておりますから、皆さんに適切なお話はできないかもしれませんけれども、皆さんのご賢明な
ますので、私の拙い話をつなぎ合わせてご理解いただければ最上の幸せでございます。はい、ありがとうございます。今年はゼロ戦イヤーといいますか、7月の20日から、宮崎駿監督の、風立ちぬ、堀越二郎さんがモデルとした、人生の設計者堀越二郎さんがモデルとした、映画も制作、公開予定です。また8月の中旬には、NHK のスペシャルで、松井さんの特集等々も予定されております。また、明日明後日になりますけれども、永遠のゼロの方の、非公開なんですけれども、録音等々もこのゼロ線で、予定しているところでございます。ということで永遠のゼロの方は、ベストセラーになっている、ゼロ線パイロット乗りの、お話かと思いますけれども、東方系で12月公開ということで、今年が、脚光ゼロ線がまた脚光を浴びる年になるかと思われるんですが、原さんいかがでしょうか。私はこのゼロ戦に対する感想はですね、さっきお聞きしたところによりますと、今日はこのプロペラを回すのにイナーシャーといって手で回してエンジンを発動させるということですから、本当に私たちが一番最初にゼロ戦とお会いした時のそのまんまの軌道でございますから、定めし力強いエンジンの音ができると思います。そして私はこのゼロ戦に対する思いはですね、このゼロ戦は昭和15年日本の2600年に海軍が正式に採用した機種でございます。従いましてその2600年の末尾のゼロを取ってゼロ戦ゼロ戦と今でも皆さんに懐かしんでいただいておるわけでございます。そしてこのゼロ戦というものは実にあの大東亜戦争の初め16年12月8日から終戦まで飛んでおりまして、このゼロ戦の栄光というものは昭和15年の9月の日本のゼロ戦13機がアメリカ、ソ連、それからまた中国、この戦闘機28機を重慶の上空で瞬く間に撃墜をした。そしてゼロ戦が一つも被害がなかった。一躍そこで世界のゼロ戦というふうに世界中から恐れられてまいりました。そしてその後戦火がどんどん拡大されまして、ゼロ戦の行くところ敵なし、私も 最終的にはガダルカナルまでこのゼロ戦で飛びましたけれども、最初にこのゼロ戦の戦火が上がってから大東亜戦争に入りまして、そしてあのゼロ戦の栄光、本当にゼロ戦というこの飛行機は世界中の栄誉を背負って立った飛行機でございますが、悲しいかな戦争のおかげに最後はゼロ戦の悲劇というふうに終わってしまう。悲劇は何かというと、結局特攻隊でございます。19、20歳、あるいはまた大学での若い将来性のある学生さんを連れてきて、そして最終的にはこのゼロ戦に250キロという爆弾をつけて、絶対100、もう実施絶対帰れない特攻隊に送り出して、みんな優秀な若い方々がお国のためだ、国のためだということで亡くなっております。特に私はこのゼロ戦の特
工隊の1号の関幸雄さん、この人が私は霞ヶ浦で教官をしておるときに初めてご指導を申し上げた方でございます。そういう方々がみんな私の関係している人がどんどんと特攻隊で亡くなってしまう。結局私はこのゼロ戦というものは最初は栄光だったんだけれども最後は悲劇に終わったんですね。そこで私は今こうして96歳以上になりまして、まだこうしてお勤めができて、この以上はこのゼロ戦になって亡くなった方なんだな、またこのゼロ戦が相手を痛めた、そういう方々まで毎朝毎晩お参りをして御霊を慰霊するのが私の仕事ではないかというふうに思ってやっております。どうもありがとうございました。それではの、エンジン指導見学会、70年前の堺22基地型エンジンのご堪能いただきたいと思います。原田さん、どうもありがとうございました。それではの操縦者の、ご紹介をしたいと思います。プレイヤーズフェーム、アメリカ・チロの航空博物館より、お越しいただきました、ジョン・マロニーさんです。すみません、拍手をお願いいたします。同じく、PUM プレイヤーズフェーム、ジョン・ヒントンさんです。よろしくお願いいたします。本日はエンジンのスタートなんですが、原田さんもおっしゃられたようにですね、エナー車といいまして、手回しの、形で発動再現させたいと思っております。今台の上の方に原田さんと並んでいただいています。エナー車という機械で、実際当時は2人がかりで回していたそうです。それを、2人で再現、中村様と再現していただこうと思っています。実際にはパワーユニットの方で接続して、エンジンを回すような形になります。エナー車の方なんですが、当時は、ゼロ線向かって左側の奥の下の方に、実際に搭載されて、そのクランクで回して、エンジンをスタートさせていたそうです。それではスタンバイ、スタートの方よろしくお願いいたします。
じゃあ一度ジョン・マロニさんに拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。本日第2回目のエンジン指導見学会を終了とさせていただきます。本日はご参加どうもありがとうございました。一つ忘れましたので追加させていただきます。今太平洋戦争中ですね、このゼロ戦は世界の人からゼロ戦というものを恐れられます。そしてこのゼロ戦を操縦したパイロットは世界中から憎まれました。なぜならばゼロ戦に後へ着かれたら必ず撃墜されて死ななければならない。ゼロ戦のパイロットは人殺しロボットということまで言われたそうです。だから私も未だにまだ世界中の人から憎まれておりますけれども、しかしあの特攻隊で亡くなった方々、この方々があったからこうした平和なありがたい世の中が来たんではないかというふうに私は感謝をしております。また罪もない憎しみもない相手を散々落としたその償いも何とかしていかなければならないという責任感を持っております。また同じ同胞でも、あの湾岸戦争で毎日ロケット、ミサイルが打ち上げられる光景をテレビで放映されましたところが、今の若い方々が花火のようで面白いということを私は耳にいたします。それまでは戦争というものくらい無謀い、つまらない、やってはいけないことを自分でやってきた償いがありますから、戦争の話は聞くのも言うのも嫌だったんですけども、あの湾岸戦争で花火のようで面白いといったことを目にして、これはいけない、若い人たちに本当の戦争の無謀さ、戦争にはルールがない、何をしても勝てばいいんだよ、そういうことを若い人たちに何とか伝えていくのが残された私たちの責任ではないかと思いまして、それから戦争というものの無謀さを夜人々が夜ところで必ずお話をしております。だから皆さんもすでに体験されている方もいらっしゃるみたいですけれども、大半はまだその子供の時に戦争を体験された方々と思いますので、ぜひこの戦争くらいもいつまらないラッチョめこんなことを、まあ、世界の国々からなくすように皆さんで一つ後から生まれてくる若い人たち、あるいはまたこれから成人する人たちお話をいただいて、この平和がずっと続くようにお願いしたいことを、切に私、今日、ゼロ戦に関心を持ってお集まりにいただいたご理解ある皆さんですから、このご指導をぜひお願いしたいことを、切にされてお願いをしております。どうぞよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。なお、原田さん書かれました、ゼロ戦老兵の回想という書籍が、出ております。ショップでも販売しておりますので、よろしかったらお買い求めいただければと思います。また今回ゼロ戦の、来日里帰りを記念いたしまして、組み立て見学会の組み立ての模様、ゼロ戦学院の組み立ての模様および、12月1日2日、1日2日エンジン始動した模様を DVD に、ドエとして収めております。カタログ込みで、1500円で販売しておりますので、イベントの特別ショップ会場で販売しておりますので、こちらもご覧いただければと思います。他にもゼロ戦のグッズとしまして、ゼロ戦の T シャツ、フラッグ等々も、販売しております。はい、セットでお買い求めいただきますと、これから、POF の、スタッフの方のサイン入りで販売を予定しておりますので、ショップの方にも、特別展会場のショップの方にもお送りいただければと思います。本日はご参加ありがとうございました。これにて終了といたします。